こんにちは、岡本ゼロワンです。第2回、絶対に笑ってはいけない、カワオくん。まあ僕のライバルと言いますか、僕というか、まあ僕なんですけど、僕たちね、じゃあ。第2回、絶対に笑ってはいけない、カワオくん。僕のライバルと言いますか、兄弟と言いますか、っていうかまあ僕と言いますか、誰がカバオや、アンパンのアニメに出てくるカバオくんっていうキャラがいるんですけど、そのカバオくんの動画を見て笑ってはいけないやりたいと思います。前回やった時は笑ったら1週間名前をカバオくんに改名したんですけども、最悪すぎる、地獄だった。本当にツイッターのフォロワーめっちゃ減った。まあ今回笑ったら罰ゲームはもう視聴者さんに決めてもらおうということで、この動画のコメント欄に笑ってしまった時の罰ゲーム書いてください、お願いします。そしたらそれを後日何の罰ゲームするか動画出したいと思います。ということで早速笑ってはいけないカバオくんやっていきましょう。レッツカバオ。カバオくん、誰がカバオや。まあ、前回カバオくんの動画を見たことによりなんとなくね傾向は分かってるんで、カバオくんはとんでもねえ、カバオくんやべえっていうのはもう分かっちゃってるんで、そこのマインドをカバーしていけばなんとかもう少しいい勝負にはなるのかなと思います。ちょっと自分でも何言ってるか分かんないですけど、それではどんどん見ていきましょう。カバオくん無免許スタート。やっぱしね、子供はね勉強ばっかりじゃいけないよね。子供はね青空の下で。なんでこんなテンパってんだ毎回。カバオくん算数のテスト悪かったでしょ。やっぱしバレた。モグリンだ。何モグリン。結構じゃ、瞬転終了。はい、一休み。なんか面白そうだぞ。あのね、そういう大胆チビ蔵くぼやばいかも。面白いかもしれないね。きっと面白いぞ。やばいってこいつら。すっごいぞ。ねえねえ、これ何？え？動いたぞ。チビ蔵くんやばい。でもどうやって止めるのかわからないぞ。どうしよう。はい、どんどん行っちゃおう。まあこの程度で俺が笑うと思ったら大間違いですよ。やばかったな今のは。でもカバオくんだけに気をつけてたらチビゾウくんという脅威がいた。マジ怖かった。危ねえ。あ、笑ってる。やばい、ちょっと嫌な話で。危ねえ、怖い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 。カバオくん社会不適合者。まあまあ間違いないですね。僕と一緒ですよ。そこら辺も似てますね。誰がカバオや。100歩譲って社会不適合は認めるがな、カバオくんは認めんからな。スタート。でも不思議だな、時間って目に見えないものだろ。よく時計なんて考えたね。時計がなかったら不便でしょうね。何も決められないわ。そうよ。だけどさ、時計がなければさ、朝はいつまでも寝てられてのんびりでいいんだよね。そんなこと言って明日の遠足お寝坊したらどうするの。遅刻したら置いてかれちゃうかも。そんなカバオカス間違いね。みんな集まれ。では今から言えば世界一のペンでこのカステーラをキテーラカステーラおお。こらすごいや。おお。美味しい。これはね、すごく美味しい。カステラが食べたくばいつでも世の名を呼べ。世の名はカステラ男爵。カステラ男爵。ねえねえおじさん。おじさんではない、世はカステラ男爵なり。そのカス男爵。おまえか。とんでもないな。初対面の人にカスはやばいって。カバオ閲覧注意。さあできたできた。カレーパンマン特製のスペシャルマイルドカレーだよ。さあどんどん食べてくれ。いただきます。あれはバイキンマンの仕業だったんだ。バイキンマン？でもカレーなんか大嫌いになっちゃったわ。うさこちゃんが辛辣すぎる。カレーだけにね。あの顔面はやばいな。カバオのあの顔面はやばいっすね。カバオくんカレーに説教される。あらま、ざまみやがれ。おお。誰か助けて。カバオ
なんだなんだ、事件か。あ、カバオくん、しっかりしろ、大丈夫か。もう一歩も向けません。誰にやられたんだ。絵柄がイソジンみたいやったな。ホルまで連れて。めっちゃイソジンや。あ、もう一歩も走れない。これ体操服かよ。事件かと思ったらマラソンじゃないか。顔面やば。弱音を吐いてどうするんだ。やれるところまではやれ。余ったれるな。でもつべこべ言ってないで走れ。今の世の中、右を見ても左を見ても甘口ばやり。ほんとね、甘口な人多いですからね。やっぱ人生の難易度は辛口のように上げていかないとね。まあ上げすぎてね、誠みたいになったら元も子もないですけどね。でも人生の難易度上げてみたくて。カバオ一家食卓。いや、これは絶対やばい。サムネだけでもう3匹いる。怖すぎる。あー、あー、カバすぎるんだよな。どうしたカバオ。きつかった、危ねえ。カバオくん絵心。みんなでスケッチしてたの。スケッチ？スケッチ？なんだこれ。山と雲とお日様ですって。これのどこが？俺にはミミズの親子にしか見えないぜ。ボロクソ言うやん。カバオくんは何を描いてたの？うさこちゃん。ね、そっくりでしょ。全然似てない。好きな人の絵を描いてその人にプレゼントすると恋が叶うんですって。ロマンチックね。これうさこちゃんにプレゼント。いらない。やったやったやった、完全にやった。違う、これカバオくんに笑ったっていうよりはうさこちゃんに笑ったんよな。これうさこちゃんじゃん。これちょっとうさこちゃんだったので、もう一本だけ見て笑わなければ。今のはうさこちゃん笑いだったので。あ、枕投げしてる。やったな。さらっ、はい、そこまでよ。さあみんな、もう寝る時間よ。はーい。カバオくんもね。消しますよ、消しますよ。全然暗くなってないや。もううるさいな。うるさそう。笑われて笑っちゃったということで、笑ってはいけないカバオを今回も笑ってしまったので罰ゲーム受けます。最初に言った通り罰ゲーム、皆さんコメント欄書いてください、お願いします。この動画出て1週間経ったら罰ゲーム決めたいなと思います。どんな罰かわからんすぎて怖い。これがいいなっていうのじゃなくて、もう普通にマジ完全ランダムで決めたいと思うので怖いですね。この動画がカバオだと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン、ポメラニアン。